本当っすか、はい、ちょっと後ろ眩しかったらすいません。一応光量落とすんですけど。ナイトライド、ナイトライドっすね。ナイトライド後ろの小高ライダーの方が YouTube は。あ、そうなんですか、はい、じゃあ僕のことはインスタとか。僕そうです、最初インスタで。なるほどなるほど、はい、YouTuber ならないですか？ YouTuber なればいいじゃないですか。編集能力とかないからです。あ、いやでも僕ゼロからですよ、ゼロから最初の動画クソですよ、クソ、もう消したいもんですもん。今150本上げて。そんな上げてんすか？やっとこんだけ、いやでも一気に増えんじゃないですか、もうある程度。いやー増えんすよ、登録者とかは。チャンネル登録者数が増えないですよ、もう。冠水にあったんですよね、やっぱり。なんか急に雰囲気変わりましたね、ここ。ここだけ変わる、すげえ。すごいけどな。ここはあのルローニケンシンの撮影場所なんですよ。え、マジですか？お疲れ様です。今平和観音に来ました。真っ暗で何も見えない。見えないけど何かがいるんです、あそこに。本当に見えない。本当に死んでいたんです。あそこにでかい観音さんがの石でできてるんですもんね。その硬いって言われる。撮ってます。あ、マジですか？撮ってるんですか？撮ってます。撮れてます。ここが私のアナザースカイ。普段はライトアップされてるんですか？普段はされてますね、夜は。バレるの？この何時間で終わっちゃうんですよ、ね、でもまだ6時前ですよね。ジャパンカップで盛り上がりすぎた。そんな感じだった。正月だけなのかな。あ、そうだね。で、ライトアップするもんないし。いや、この3日です。これはピナレロなんですか？ピナレロガンガンですか？はい。
い。いいバイクじゃないですか。めっちゃ軽いぞこれ。これはいい自転車ですよ。ジョーさん買った方がいいですこれ。スーパーシックスエボ買ってください。もうない。どうぞどうぞどうぞ。これが私のアナザースカイ。パクってんじゃないか。みんなアナザースカイ好きだな。おかえりなさい。ただいまでーす。軽すぎる。軽すぎる。まだまだ。僕には軽すぎる。カーボンホイール初体験だったっけ。あ、本当ですか。僕らカーボンホイール初体験。めちゃめちゃ軽いマジで。なるほどね。自分でもできるんでしょって貸して借りて。おしゃれやな。鈴木が来てくれて壊れるんですよ。壊れる。嵐の雪やぞこれ。いっぱいありますね。僕らの福井県っていうのはサイクルショップがですね2軒ぐらいしかなくて、もうしかもこれぐらいの規模です。本当にで注文して買うしかないような状況で、よく福井県では買えなくて名古屋とか愛知県にまで行ったりとか大阪行ったりとかって結構苦労してまして。自転車の人口多いんですね。少ないですね。あの雪が降るのでそれで出さないって言ってました。今日はあの栃木県の視聴者さんに誘ってもらって、いろいろ案内してもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。また愛知にでも福井にでも来た時はお礼に僕が今度はガイドよろしくお願いします。ぜひ遊びに来てください、はい、はい。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。